2. ブロモブタンとは、化学式 C4HQBR で表される有機、周素化合物であり、ハロゲン化アルキルの一種でもある。セックブチルブロミド、メチルエチルブロモメタンなどとも呼ばれる。構造異性体には、1. ブロモブタン、2ブロモマイナス2、メチルプロパンがある。常温常圧において、2. ブロモブタンは、方向のある無色の液体で、比較的安定している。 ただし、因果性があるため扱いには注意を要する。臭素に結合した炭素原子が他の2個の炭素に結合していることから、第2級、アルキルハライドと呼ばれる。また、この臭素が結合した炭素は不正中心であるため、2、ブロモブタンは1体の共造異性体を持つ。2、ブロモブタンは一部点に対して、周化水素を付加することで合成できる。この際、 中間体として、第1級カルボカチオンよりも、第2級カルボカチオンの方が、圧倒的に安定性が高いため、2、ブチルカチオンを生じやすく、この負荷反応による主生成生物は2、ブロモブタンになる。2、ブチルカチオンの静電化を持った炭素は、SP に混成軌道を持った平面構造であるため、 収華物イオンによる嗅覚攻撃はこの平面のどちらからも同じ確率で発生するため、この合成方法で生成した2、ブロモブタンはラセミ化する。2、ブロモブタンにはハロゲンの内収素が結合しており、この収素は比較的脱離しやすいため、強塩器で処理すると脱離反応である E2 反応を起こしやすく、二重結合を生じてトランスクリプションマイナスに、 ブテン、シスマイナス2ブテン、1ブテンの3種類のある剣を生じうる。ただし、2、プロモブタンでは、SN に反応も起こり得て、例えば、水酸化ナトリウムなどが発生させる、水酸化物イオンと SN に反応を起こせば、ブタンマイナス2オールが生成するし、他にも、シアン化物イオンと SN に反応を起こせばに、メチルブタンニトリルが生成する。日本の消防法では、危険物、 第四類、第二国有類非水溶性液体に区分される。ありがとうございます。